盛岡八幡宮読み方当ててくれ。最高。じゃあ今この画角で写真撮ってます。うん、よし、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いただきました。ありがとうございました。本当に美味しかった。お腹いっぱいすぎるので、ちょっと食後の散歩をちょっと2人でしたいと思います、うん、はい、今ねスタッフさんたちがねさっきのねお店のお蕎麦ね、そうお蕎麦を美味しく今いただいてるので、はい、いただいてますので、うちらは神社でも行っちゃおうかなってね。そう、このお店の近くになんかねさっきねお名前を言ってたんですよね。ももちゃんとさお散歩なんかさ、うん、初めてだよね。なかなかない ね八幡宮、八幡宮、あそうなんか言ってた、盛岡八幡宮読み方当ててくれ。最高。ここに今から行ってきます。盛岡八幡宮です。そう見てめっちゃ綺麗なの。えなんかキラキラするよね。いいね、なんかね、スタッフさんがいないだけでなんか本当に旅行してる感じするわかる。もうね早速さっきいただいた、うん、このねつけてる。そうつけてます。ずっとつけるじゃないもん、うん、多分ね。こうなるよね、お清めっていうかさ、うん、ここは行ってね、あこれなんていうんだろう、こんなさあんまりやったことないからさ、ね、分かんないんだよねやり方っていうかさ。あれだよね、だから手と口だよね。難しい難しいね、やり方が分かんないから。やりたいけどできない、悲しい。むやみやたらにさやってさ、え違うよってなって。いやそうだよね、申し訳ないんで。なんかめっちゃいいわこういうの好き、うん、しかもさ今の日差しが本当にいいの。めっちゃいいよね天気がいい。別に寒くないし暑くもないし、うん、ちょうどいい。素晴らしいです。素晴らしい。キラキラしたところに着きましたよ。ねやばい、写真撮りたいね。ね あれなんだろう、ね、なんだこれ。笠車だって。笠車、うわすごい。待ってめっちゃいいんだけどこれやばい、なんか夢があるね。思いを運ぶ風車、やば、風が皆様の思いを神様に運んでくれますように。願い事すればいいのかな。ね、じゃあ一緒に入ってみる。うん、綺麗、やばい。お願いした。どうしました。綺麗。え、じゃあ一回こっち来てみ。こっで、さあ、綺麗綺麗だね。じゃーん、今この画角で写真撮ってます。眩しい眩しい。お、なにこれ、え、すごい。あんまなんか見たことないような。うん、しかもなんかすごいいい。すごい。あ、見て、あおみくじだ、めでたいおみくじ。小銭何にも持ってないの。持ってるもーちゃん。持ってないの。え、両替してきていい、あそこの自販機。え、これ持ってるの。うん、持ってる。しよう、両替。両替タイム。え、でもさ、これ両替できるかな。あ、ダメでした。おんま1000円しか入れちゃダメだ。え、どうしよう。したい。どうしようどうしよう。え、なんかできないかな、うん、お金がどうしてもあの引きたいから、うん、とりあえず、うん、近いから、うん、一回戻ります。一回戻ります。どう、あの満腹度は、うん、落ち着いた。落ち着いた。ね、なんかさ、いい感じだよね。風に吹かれて、ね、風に吹かれて揺らり揺られて自由になりたい君と。いい曲だよね。ね、やばいね、最高。好き、こういうところ。なんかやっぱ全国せっかく回ってるからこういうとこ行きたいよね、うん、行きたい、うん、え、てかさ、こっから見える景色もさ、なんか良くない。いい、いいっすね、これ、うん、いいわ。なんかさ、旅行って感じだね、ほんとに。エモーショナルなんだが。ね、エモーショナルですね、うん、やばい。あんたね、バスにバーン
どうしてもタイミクジが引きたい、引こうね、絶対ね、タイタイめったいタイタイタイねえ、だからもう勝った条件なんだよ、勝った勝った勝った、また戻ってきて止まるって、そうだね、なんか気まずいよね、よし、じゃあ再び再び行きます、はい、森岡八幡宮、森岡八幡宮にまた再び戻ってきました、再び戻ってきました、で私たちは今から、うん、あのタイめでたいおみくじ、おみくじね、そうおみくじを今から引きます、念願のね、はあ何が出るんだろう、めでたいということで、一番いいのが大吉、うん、で大吉、吉、うん、中吉、うん、小吉、小吉、吉、あ、え、吉は結構上なのよ、どういうこと、大吉、吉だよ、大吉、吉、中吉、うん、大吉、吉、うん、中吉、はい、末吉がどこで入るか分かんないけど、はい、小吉、うん、で、凶、大凶、うわ難しいね、まあでもね、なんかこれが出てほしいとかじゃなく、そう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 、書いてあることが何かがちょっと気になる、そうそれが大事、ね、本当に、なんだろうな、可愛い小さい子が、小さい子からしたらさ、この階段も精一杯だよね、そうだよね、めっちゃ長いよね、ね、大人でもさ長いって感じなのに、だけど自分のこと大人だと言ってる、あこちゃんはまだ子供だよ、いやでもね割ともう大人だよ子供が言うセリフそれ、いやいやだって今16だから、16じゃん、16子供、やっと今年17だからね、17も子供いやいや18でやっと新成人ですから、ねえ包丁家でも握れないとかそれちょっと逆らえない、そうそう、うん、やめないですよ、やめない、戻ってくれました、ね、今からめでたいみくじやっていきます、ね、明かりが出たら特大のめでたいと交換、気になるな、すごい、めでたいおみくじは備え付けの水竿をご用使用してくださいだって、うん、すいません重要でしかありません、あ、本当ですか、じゃあどうぞどうぞ、す、え、いいっすよ、え、すいません、じゃあももちゃんから動画引いちゃって、引くっていうか釣ってください、わかりました、はい、やっぱ金がいいな、金どうぞ、ロコちゃんも一回やるか、確かにそうだね、目を閉じて、うん、あ、え、めっちゃいいじゃん、しようかな、じゃあ行きまーす、はい、取れた、まだまだいけた、あー、うん、え、分かんない、いい感じ、これあ、行ったかも、あ、来た来た来た、行きまーす、お、赤、あー釣れました、よし、じゃあ開封しますよ、はい、じゃあ今からめでたいみくじ引いていきます、引きます、わー、じゃん、来た、せーの、じゃん、中吉だ、そうだ、末吉でした、ちょっと待って、読む、ちょっと待って、何何、できるだけ身をへり下って何事にも我から進んでしないが良い、うん、要するに自分から自分自分って進むな的なことだよね、進むな、できるだけ身をへり下って何事にも我から進んでしないが良い、だから何もしない方がいいってことですよね、まあいいことだと思う、いいことだと思う、強いてしようとすると思わぬ災いに遭います、慎んでことを行う、だからやらない方がいい、わかりました、なるほど、と私は、うん、親類まで災いをして思うに任せず心痛すること多し、何事も時の至るまで天に任せて静かに身を慎んでいれば、雪が朝日に消えるように楽しい時来たるは来たる今は何も控える、めっちゃいいじゃん、
じゃん。嘘、いいのこれって。え、だってさ、うん、だから天に任せるんだよ、身を任せて。え、そういうこと。え、だからめっちゃ頑張ろうとか思うのも大事だけど、うん、この人が言ってるみたいに、うん、静かに身を包んでいれば雪が朝日に消えるように楽しい時来たる、だって。やばい、めっちゃくない？やった。でもなんかね、見た感じ多分いいと思う、うん、学問、早めの決心が大事。学問、安心して勉学せよ。どっち？だからいいってこと。あ、いいってこと、うんうん、そこは大丈夫。いや、いいと思います、すごく。よかった、引いて。ねえ、うん、じゃあ、大事に持ってきます。これ、持って帰ります。お土産。よし、よし。どの向きがいいかな。あ、でもこういくか、やっぱ。ねえ、美味しい。美味しい。いいね、うん、素敵。目が眩しい。泣けてくる。今日のご飯は休みにしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど、そういう感じ。すごい、美味しそう。すごい、なんか本物って感じ、うん、じゃあ分けるか、ね、あ、じゃあちょっとスープ入れるね、うん、ありがとう。ありがとう、うん、ついてきました。かわいい、辛みを結構足したい。いいと思う。よし、じゃあ、今日一日岩手県観光して、もう本当に岩手県また大好きになりました。改めて岩手県ラブです。もっとかわいい告白、告白岩手県に告白どうぞ。覚えとけよ。岩手県に告白をどうぞ。岩手県大好き、愛しとうよ。おー、合格？まあまあまあ、あ、まあまあまあ、じゃあお手本行ってみていい？なんでよ。いやいや、そう、指導とかはできるんですけど、一方的に。あやく。今日大好きになったわんこそばよりもあなたのことが大好き。なんで感動してるの？やめて、やりづらい。素晴らしいんだけど。なんで？じゃあいただきます。いただきます。はい、いただきます。いただきます。もう今疲れちゃった、今ので、うん、いただきます。おいしそう。ん？ん？うん、もちもち、もちもち、めっちゃ弾力がすごいです、うん、いただきます。美味しいよね。うん、なんかさ、うん、味がいつもと違うっていうか、うん、思ったら、お酢は入れてない。え、酢は入れるのこれ。一応入れますよね。何ですか？
私普段酢をいっぱい入れるからかな。あ、そういうこと、うん、でも、なんだろう、やっぱり本場の味、めっちゃ本場の味するこれが本物なんだみたいな。でも、噛み切れない。噛み切れないくらい弾力がすごい辛いの、うん、割ともっと入れてもいいかもね。美味しいよね、めっちゃ。そう、すっごいもちもちです。きゅうり美味しい。意外とスープできるね。やっぱお酢を入れた方が美味しい。酸っぱさが増す、さっぱり、美味しい。麺食べるとさ、わんこそば思い出すわ。わかるよ。でしょ、いっぱい取っちゃったごめんね。いや本当に美味しい。美味しい、めっちゃ激辛です。つるっと食べれる。え、わかる、わかるの。いやもうさ、今日美味しいもの食べすぎて、パワーも今あり余ってるんですよ、だからまあ明日のライブで爆発させるしかないなっていう感じで、できればね、三大麺類の食べれなかったジャジャー麺、ジャジャー麺を食べたいなっていう気持ちはあるんですけど、明日も頑張りたいと思います。いいと思います。ありがとうございます。イエーイ、クリア、嬉しい。の岩手県で上陸をした北原桃と筒井ろ子です。あのですね、わんこそば私たち目標を立てまして60杯達成しましたので、ご褒美をいただけるということです。やったー、楽しみ。やった、ありがとうございます。食べれなかったです。ジャジャーメン、ジャジャーメン、やった、嬉しい。ジャジャーメン分かってるな。食べたかったね。食べたかった。冷麺とわんこそばを食べれたから食べたかった。なんかある。なに？ガチャガチャ。なにこれ？ありがとうございます。なんだっけ、南部せんべい。南部せんべい。やった。え、今開けていいですか？どうやって開けるんだろう。ガチャガチャみたいになってる。で、ガチャガチャしたんですか？え、かわいい。かわいい。かわいいの。かわいい。キーホルダー？あ、キーホルダー。しかも種類があるみたいな。嘘。え、すごい、やった、恐れだ。だってさ、イカせんべいとかさ、銀河せんべいとかあるけどさ、一番さ、スタンダードのさ、南部せんべい。当たりました。で、こんなに種類ある、こんなにあるのにこれ当たった。ね、お揃いだ、やった。そう、ありがとうございます。これさ、もらったらさ、もう食べたくなっちゃう。南部せんべい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。頑張ります、岩手県ドライで。今からなので頑張ります。